はい、こんばんは、めまるでございます。ただいま国道476号線新保というところにやってまいりました。で、以前かな、あの動画で出した木の芽峠トンネルというのがあるんですね。そちらの脇道を探索したんですけども、そのまた、なんだろう、今この正面マス目行くと木の芽峠トンネルになるんですけども、そこを左に曲がったらまたえらい変な道があったんで、そちらの方を探索したいと思います。よろしくお願いします。ということで、ここ右回ってまいりますね。木の芽峠へ向かう道だそうです。10キロって書いてあります。こう入っていきます。何も止まるんでごめんなさいね。さあ、一度総務です。よろしくお願いします。何があるか分かりません。そして急ですね。4区案件なので4区入れましょう。こちらの道は全く知りません。本当にたまたまなんか道があるから走ってるみたいな感じなんで、どないなるやら分かりませんけども、なんか目の前にすげえ古臭い電柱がありますね。で、なんか木の芽峠、本当のリアルの木の芽峠に向かうんじゃないですかね、ここは。ちょっとよう分かりませんけど。道として成り立ってるのかもしれません。あ、なんかあるぞ。なんかありますね。触りますね。車道だよね。まあ、これ車道じゃないな。違うわ。これ歩道だ。ダメだ。あの、ここ歩道ですわ。あの、川があったんですけど、その川のね、その、なんていうか、グレーチングっていうか、あれが、人が歩くだけのものしかなかったですわ。なんで、ここはあの行くべきではございませんので、戻りますわ。なんかでも、せっかくなんで、あの歩いて行ってみましょう。はい、それではこちら歩いてまいりましょう。まあ、こういう状況で車が通れないですからね。完全に歩道でした。ごめんなさい。まあ、どの道この状態じゃいけないね。いけないというか、行っちゃいけないよ、これは。まあ、おそらくこれが、その、旧北陸道の峠だったのかね。ここを越えることによって、以前出した動画の、木の芽峠というか、あと、スキー場のあの駅に、出るんだと思うんですよ、うん、直線的な急な上り坂ですね。木の芽峠まで 1.2 キロ。あれ、増えてないか。まあ、ザ・イニシエの道なんでしょうね、これね。眼下には綺麗な谷川ですね。そしてここが、なんだこりゃ、なんでこんなに凸凹になってるのか。ここにこのマスがあるってことは、ここで水を溜めて、もしかしたらその下の新保集落の飲み水になってたのかもしれないですね。ここをパイプで通してったんでしょうね、多分。ここからちょっと険しいな。この掘り割り感が美しいですね。ヘビ、すげえ、でっかいヘビ、めちゃめちゃでかい。ごめんよ。
むっちゃでかいヘビやったな。大蛇ですな。これは山の中ですから、ヘビも出りゃ、クマも出ますよ。あ、ラスカルや、ラスカル。見えるか。あ、猿か。あ、アライグマかな。めっちゃくっついてる。ラスカルや。え、クマか、あれ。クマか、ちゃうな、クマじゃないな。アライグマか。クマではないと思うけど、子グマやとしたら、親グマがいるんで、危ないですからね。ちょっとここで待機しましょう。クマじゃないな。ラスカルか。ちょっとどっか行ってくれ。おめえの邪魔はしたくないぞ、俺は。そう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 。ごめんね。でもね、これ昔からの道じゃないですか。その中でこうやって山入っていくってことは、昔の旅人さんも熊ぐらい遭遇してたよな。まあ今ほどじゃないでしょうけど。あ、めっちゃ似た。早いな。振り返ればこんな道ですね。熊がいるかもしれない。でした。ほら、こんだけ風光明媚な山奥じゃいるわな。鹿さん、ほら見えるかも。 0.8 キロ先が工房の爪描き地蔵ってのがあるそうです。工房大師さんはどこにでも現れたいの。あ、っていうか街道だから来るわな。スズラの山を越えていき、一体どこまで歩けばいいんでしょうか。すごいよな、昔の人はこんな当たり前にひょいひょいこれの倍ぐらいのペースで歩いてたんじゃないですかね。ここ結構奈落と言ったらへんけど、滑らせたら危ないところですね。この踏み場所が狭いから気をつけましょう。急だわ。まあ急だからこそ距離稼いでるんでしょうけど、ただ天気はめちゃくちゃいい。ここ細いし斜め向いてって危ないね。ここ険しいね。あつあつ。おお、こっからめっちゃ細い。おお、ここ怖いね。結構意外と怖いな。そんなね、山歩きの趣味の人じゃないから、私全然ね、慣れてない分気をつけないといけないですね。細いな、本当に細っ。落ちて死ぬわけじゃないけど、気をつけないと。最新の注意払っていきましょう。油断はできます。で、休憩しようかな。よいしょ。なんたらかんたら書いてあるけど、タコの呼び坂って書いてあります。はい。ということで、タコさんを参ります。この道が斜め、谷に向かって斜めなんですよね。だから気をつけないといかんですね。ここで旅人が休んだであろう、この休みっていうのがあります。これですね。って感じで、昔は峠を越えるまでのこの坂道もう一息やと思いながら進んでたんですよね。多分もう一踏ん張りだと思うんですよね、これね。知らんけど、いや結構あるよな。でもこれトレイルランとかしてる人ってすげえやな。こんな坂道を走っていくんだから、ちょっと考えづらい、マジで。
ちづら、北道はこっちだ。しかし今でこそ私一人しかここ歩いてないけど、昔はいろんな人が行き交ってたんでしょうかね。これはなんだ、めっちゃここ斜めないで座ってて、遠いな。しかもこれ斜めなんだよね。これまたまたあるぞ。これあと何メーターとか書いてたっすよ。これあ、電線か、使ってないんだ。まだあんの、ちょっと遠くね。ちょっと水休憩と塩飴食ってきますわ。はい、塩飴を食って復活でございます。どこまであんのかね、これみたいな。もうちょっとだと思うんですけどね。あー、ずれ。すげえ。あー、なんか建物が見えてきた。けど、この大回り。あ、帰ってきた。あ、木の根川の源流だそうです。これはさすがにのまみえな。これが川の源流ですって。すごい、沸かしてご一緒くださいですね。そして名店の方がここでお水を飲まれたみたいですね。すげえすげえ、源流が見えた。一度民到着。わあ、すげえ。ここにたどり着きました。木の目峠ですわ。すごい、いやすごい。まあまあこの先は行きませんけど、すごい、ここにお墓があるんだ。平の重盛様。そうなんだ。そして、ああ、あ、あそこ車止めてドローン飛ばしたマジじゃねえかこれ。マジか。すんげえ勢いで来たけど、ここだったんだ。めっちゃ苦労してここを目指してきましたけども、さっきあそこ車で、あそこ止めてあったんだよ。その建物なんだ。うわマジか。いやまあまあまあ、それはそれでいいんですけどね。うわすごい。まあでもこの達成感たるや素晴らしいもんですけど。でここは、まあ住んでらっしゃるわけないね。そして道元禅師様の、ここを越えた記念碑かな。すごい。あ、そういうことか。ああ、わ、すごい。でっかい。でっかい、でっかい。そういうことなんですね。これまさかまさかのこの前回のその日の目峠トンネルの旧道を、旧道というか、迂回路的な、まあ旧道と言ってますけど、旧道じゃないんやけど、あそこの、ネタやりましたけども、あれは車道で来たけど、今回は車道じゃない、
歩き道でのこの峠越えのこのお家ということになりました。まあ素晴らしいお家ですけども、あのさっきの先ほどそこに車止まってたとこっていうことのということはちょっと何やろ、バカみてえやなって感じがするお家でございました。もうちょっともうあの夕方なんで早めに帰りたいんで、今日はこれまででございます。じゃあそういうことで、またこういう道もロマンある道、皆さんも試してみてください。あのほどほどスニーカー、まあまあ そこそこのソビューしてくださいね。私も一応いろいろ水やら全部食料やらいろいろ給油セットやら持った上で来てますんで、はい。じゃあそういうことで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェマルでした。ありがとうございました。これ熊池スプレー、バイバイ。